お疲れ様です。今日はですね、現環境を変えるバルーン立教の紹介していこうと思います。というわけでこちらね、アウトローバルーンです。はい、懐かしいデッキなんですけども、まあ、ご存知の方もいるかな。でもだいぶ前だな、3年ぐらい前かな、クラナリーグの本当2年目ぐらいかな。なんかインフェでタルユキでコウモリかなで流行ってたと思うんですけども、まあそれがちょっとね、新しくなった方が今、まあ、使われて使って上がってる人がほんと一人いるかなぐらいですね。はい、まあ、バルーンはね、今やっぱエレジャイだったり、なんだろう、とりあえず施設取るねが多すぎる。クロスの施設取るねだったり、マジアチャオールブレイカー施設取るね、エレジャイの施設取るね、そう、対空ユニット、バルーンに直接攻撃するユニットがないのに、そのタル、あの施設なんでもいい、大砲プラス取るね、ボムプラス取るねで、もう完全に守られちゃうっていうのがね、そのバルーンは弱すぎる。トルネがない環境だったらね、めっちゃ強いんですけど、トルネプラス施設にはね、本当にきつくなってくるので、まあそんな中の環境なんで、特別今の環境強いわけではないんですけども、まあこのディガーがいる、そしてあとデリバリーがいることによってね、削れる、かつ、まあ、防衛も固くなってるので、まあバルーンは通らなくても、その周りでね、チクチク削ってしっかり守って加藤勢みたいな感じかな。まあ、そう考えるとね、マジ昔のトルネがなかった時代のホグとかバルーンでも最強でしたよね。勝てる方なかったっすもん。そうといったところで、アウトローはね、まあ、守りで強いんですけどね、こういうライドラとかウッドとかにはね、本当にかわいそうなぐらいボコボコにされちゃうんで、基本的に来たら逆サイド逃げるのがいいですね。おお、やば、こんななんか変な被り方するの嫌っす。あー、近畿してみたいな思うんですけど、ちょっと守れそうにないので一旦ね。いや、マジ強すぎ強すぎ強すぎ。あ、でも相手のなんかタワーめっちゃ崩れてる。さあ、本当はね、後からトリトンで金塔とかボムタワーだけでみたいな、したかったんです。マジで？マジ？チンパンがない。いやー、耐えれる。危ねえ。危ねえ。危なすぎんだろ。さあ、お互い、されてんな。あ、千、千ちゃいたいっすよ。さあ、相手もゴリゴリきます。ここさえ、ライドラさえやってしまえばね、ぶっちゃけ怖いもんはそんなないので、ライドラだけ、まあ、デリカゴとかで頑張りたい。うわー、これ、俺はね、キング行きたいんですけど、相手もやっぱね、キングを突破されないように。めちゃくちゃ意識してんの。うん、逆にこうなったらシンプルに左を削るっていうプランもあるっすよ。しれっと左プランはね、マジであるんですけど、ノンショット待ちました。左、右に一回バルーンで攻めてからの左だな。このあと2周目は左に持っていこう。ああ、うまい。ランバーのレイジプラスので、あれ行かれちゃうんだ。さあ、これでライドラが今いなくなってんで、ここっすね。ここ俺は攻めたい。よし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 。ああ、でも相手もなんかしっかり分かってます。ターゲットだけ取って、お、バルーンの爆破が届くぞ。よしよしよし、ギギギギ。とりあえずなんか、え、勝ったやん、バルーンが通ってる。おー、危ねえ。危ねえ。いや、理想はもう完全 1-0 っすね。正直ゴーレムとかも止まります。あの、まあ、ボムトリトンあって、光栄をデリバリーで、まあなんかね、できるので。なんですけど、さっきたまたまなんかかぶっちもうたっすね。うん、嫌なかぶり方しましたけども、
まあ、やっぱバルーンは多少高回転寄りではあるんで、まあ、ディガー雪とかで回してね。よしよしよし、今みたいにフェイクバルーンからの本命バルーンみたいなのも意外と大事になってくる。てかバルーンってなんかね、バルーンを通さない攻めがいっぱいありますって言っても難しい話なんですけども、バルーンディガーしてバルーンディガーしてバルーンディガーして、いつかバルーンが通ればいいので、ぶっちゃけそれまではもうほんとバルーンディガーのバルーンをおとりでディガー削りみたいなねとこもあります。さあなんか、うえなんか変な引っ張り方してるマジそんな引っ張り方あんのか。そうこれはガゴガゴガゴか、突破、今雪玉で突破したいですね。おあれこれさ体育いないお主いないっすよね。あーやっぱりよしよし、ガゴガゴ連続で咲いたんで、まあ、ザップからの矢とかはあるか。さあもう一発、うい三発バルーンの三発はだいぶでかい。よしよし、デリバリーがね本当に強い。デリー一枚入れてるだけでね防衛が安定するっていう、昔のタルババがデリバリーなんで本当にね、まあ、ユキがデリバリーでもまあ良さそうですけど、まあ、バルーンを通すのにやっぱ攻めユキがいるよと。いやいいね。でちょっとスパーキーケツスパとタイミングあっても多少殴れるように前目に、あー捨てたっすね。これ飛ばしてガゴぐらい裂いてもらって入んねえか。まあガゴ群れはねもうデリバリーでやればいいんでこのズルめの引っ張りこの引っ張りめっちゃいい。あやべやべ、あのねヤナメがね、よしよしよし、さあヤナメ使ったのでこれは守れるな。で353でしょ。ぶっちゃけ俺はこの左のディガーで、この右は多少入ればいい。一発、いやーてか守ってきてんな。守られると、いや俺がこれ守れなかったら負けみたいになるんですけど、さあ206で179、絶妙に、おこれやばい、まあまあ、まあでもマジデリバリー最強なんですよねこれ。デリじゃなかったらねもしかしたら上がるんですけど、デリはね、あもうガール一発殴りますよ。ちなみにあー殴ったな。さあ58なのでオーケー。なんか高めトリトンであのなんかスパーキー引っ張れるのもいいなあんなことできたんだ。まあジャイ引っ張ってキングギドとかもねしちゃった方が良さそうですけど、さあいい防衛だ。だいぶなんか中二病極まりないようなめちゃ強そうな韓国人なのか。さあ来ましたね、神のケージって読むのか。 NS こかっちゃうんですね。まあデリでバレルカンプ若さが問われるんですけど、狙いながらの、さあトリトン入ってる、珍しいですね。キョスケとかいんのかな、もしかしたら。いやいそう、キョスケこれどうする。タイクもまあ切ってないんで、タイクにってあるやん、あるやん。いやでもトリトン出してもみたいな、えマッチですって。いや飛ばしてみようか、試しですよね、ものは。あーまあ分かってはいた、こんな感じになるんだろうなーっていう。いやデリバリーあんま使いたくないけどガゴ痛いんでね。あーホグの可能性もあるっすよね、こうなってくると。ロイジャイかわかるか。さあ一旦合わせて、まあボムがあるし守りは強いからね。こっちは相手のバレルプラスヤナーンとか来ちゃうとちょっと、ああマザミク一応いっとくか。マザネクプリンセスなんかすんげえな来たな。メガナイトでも、ああ急
そうだったらいいかみたいな。あ、でもこうなるといやー攻め行きの方が正解だったか。いやでもこれは後ろに下がりなさい。よし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 。これねやばいように見えてね全部ねデリバリーで回収できるんですよね。あ、こっちか。デリがガチ列。よいしょ。今日からみんなデリ信者になりますよ。さあ、まあ、ガゴ同裁プリンセスやだ。でもこれなんかもう生き得だな。たまたまトリトンが引っ張ってくれるし。はい、あちょっとプリンセスをやりながらガゴノックバック、そしてマザネクだとねバルーン止まんないよね。さあボムも置いて、あれなんかちょっと怖くなった。ロイジョにピール、おい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 、あ、でもアウトローまでの優秀か。さあ、トリトはなんかこの固まってんな。あのマザネク、ちょっと怪しいな。本気で、あの、マザネクさえやっとけば、あ、ガチで。マザネクさえやっとけばなんとかなるんですよ。よしよし、いや、アウトローいいね。あ、マジで、ごめん、本当にごめんなさい。うん、マザネク一生だな。あ、まだも、あの、スケルトン部隊で、GG。ほい。ほい、雪玉が。強すぎ。こういう時に雪便利ですね。ノックバックもありますからね。さあ、ナイス。これでもデリバリーじゃなかったらね、ちょっと怖かったですよね。さあ、なんか初手でもなんか意外と暇になるっすね。まあアウトローセパしとけばいいっすね。なんかアウトローって出し毒っちゃ出し毒なんですけど、刺さればいいんですけど、刺さんなかった時にアウトロー出さずに回しちゃってもいいっすよね。まあ、一旦ディガー削りでね、ちょっとそれユニットを教えてほしくて。ああ、文句はやばい。文句マジ何がやばいかって、アウトローガールもガゴも全部反射されちゃうんですよね。ボムも。さあ本気でお願い、マジでジャケットが来そう。ほい。さあガールマジでごめん。いやー、アロイジャイっすね。そしたら対空がまあフェニックスとハンターとかが、ハンターだけとかだったらね、すごいいいなと思いながら攻めちゃいます。お、ハンター、うっ、いやー絶妙すぎる。もう一発いけ。いや、なんだ3発まで見える。オッケーオッケー。いや、すばらゆき。よしよしよし。さあこれ相手レスピ取る。文句いん、文句じゃねえ、フェニックスワンチャンいないっすね。よしよし。まあトリトンしてロイキタもボムを置けばいいんで。あ、マジででもアウトローこれ無能だな。文句ちょっと多いかな。あー、すげえ、やっぱスケールスピなんでこれいないっすね。対空ハンターだけっすね。ゴーストの枠が文句になってんで、これからしたらもう全然、でも全然固まらんやん。やばいそれ。あ、マジガゴごめん、本当にごめん。あ、マジでごめんな、ガゴ。あ、もうそんな悪気はないね。うっ、やばい、神ライト。あ、ウッドで剥がれる。おい、やばい、だいぶ受けたな。いいハンターや。いやー、これはね、勝たなきゃ応援っすね、ちょっと。いや、マジ文句。マジ文句、やべえ、あれ。どうしよう。本気で。対策がね、全部負ける。あのカードに全部勝て。
あーでもここで使ってるの美味しい。あ、これ熱いんじゃない。下がれ。お前だけ誘拐したらな、終わりなんだよ。やばいやばい、文句やめてよお前。さあ、防衛ライト、これを一旦行こうか。誘拐したい。誘拐したら爆破が入ります。爆破のダメージは誰かバルーン使い教えて。うん、6は雪玉。オッケー、危ねえ。文句やべえわ。まあでも勝てたからでかいけど、ないっすよね。マルチ上位ね、ちょっと増えてきてるんですよね。あれ同じだこれ。ええ、これ今のやつがスナイプしてきたんじゃね、別赤で。名前はこんなんじゃなかった、スタンプ乱れてるし。え、いや動じない、動じてないふりをする。めちゃくちゃビビってるけど。え、これ同じ、なんか名前さこんなんじゃなかった。ノースキル加えられてるけど、全く。あ、今度ゴースト型でリベンジか。え、でも文句じゃねえな、勝てるぞ。サスケドラ、あーでも全然出来違えな。神器、いや、なんでこんなにはしゃいでんのかが分かんないですよね、理由が。え、マジでスナイプ感ややあるけど、グラチャレ発祥急所、いやー分かんない、たまたまに名前が似てるのは気のせい。やばい、俺絶対勝ちたい、こういう相手には。まあちょっと陸がね痛いね。ナイトロー、うん、いやでもアチャクイマジアチャなんでバルーンは刺さるっすね。おい、もうだって別赤でリベンジに来たんだと俺は思ってるか。一旦守ろう。うわ、三死だ。え、ちょ、エリトン人気みたいな。何これ。一旦行こう。めちゃんと行く。もう金でおります。まともな勝負しない。うれー、くれくれー。ふぅー。これさ、待って。ありそうなんだけど。ガチで、いやないか、サイトで調べる。同じっすよね、ミグエ、ミグエなんですよ。いや別か、どうなんすかね。いや難しい。同じサバがなのか、ちょっとあのサイト見てきます。API というねサイトを見てきたんですけども、スナイプじゃありませんでした。はい、全然別人ですね。ただただ名前が偶然一緒なだけでした。はい偶然一緒なだけでした。はい、そのなんかね、マッチング履歴見ると連続して戦ってたんで、一人で2個の携帯でね同時進行でグランドチャレンジを進めてない限りは別人です。はい、ただの名前が一緒でしたね。まあビビったなマジでマジでビビった。ただただもう荒ぶってる野郎でしたね。あんだけねマッチングしてすぐから煽られて名前も一緒だったね。ビビり散らかしますが、さあよろしく。なんかバルーンね、なんか威力、なんか一発のダメージ落ちたとはいえやっぱ刺さるとね全然強いね。ダメージこれよりでかかったんだ、やばい。さあザッピー、まあ、ザッピーねバルーンに直接当てられると嫌ですけども、ディガーでターゲットを取ったりもできるので
まあ、そんなにとかない。さあ、ザ・ピトリトン。ロイジャイか？ファイブオースケキン。マザネクー。とりあえずトリトン勝ってもらって。チョスケか。チョスケロイジャイか。あー、やばい。だいぶ。まあでもこういう時に活躍するのがこちらデリバリーをお届けします。いや強っ。え、今俺の相手ハンターはしまいで使ったですって。アウトローバルーンレッツゴーっつって、これでライトニングだったら別にいいんですけど、ファイボだけやめてほしい。あー、ウッドもやめてほしかったな。あー、雪玉打ちてーけど打たなくても2発入る、入ってくれ。これね、リング起動して、あ、これいらん。え、なんか俺の計算とは違う。左が右に雪玉打ってる場合じゃねえ。左がえぐ削られてるな。なんでや。さあ、ちょっとこのディガーをして、あー、いいタイミングのハンターやん。これ待って、俺のこのさ、アウトローっていうカードは本当に戦う気があるのかっていう。おー、行く行く、やばい。ちょっと良くないですね、今流れが。もう一回防衛ディガーまでして守ります。雪まで行きます。もうスロー効果で一発だけよ。よし。さあ、こっからは逆襲ですよね。ハンター後ろたまたま振り向け。いやでもこの爆破が強いもんね。あー、なるほど。俺のね、あのガーも、いやー、もう耐えることで精一杯すぎる。逆に言うと耐えれてる、ポジティブ。トリトン、なんでボムに引っ張られないんや、あんた。よしよし、いや、これ流れちゃっていいぞ。ガール、お前先頭だけや、マジで。さあ、ちょっとだけ。お、これは熱い。もうだって、雪玉で弾けばいいだけです。はい。日を開けろ、バルーンが、おなーりー。さあさあさあ、危ないですよ。クイックなんでね、ボムがね、働かないときはね、もう本当にガゴーとか雪玉とかね、フルで使って耐えれば。雪の遅延はね、結構強いんだよ、防衛でも。待ちやちゃ、一回混ざったことない。さあ、というわけでこちらのバルーンデッキの皆さんもぜひやってみてください。デリーだし、だいぶ使いやすいしね、チャンピオンもないので、はい、ぜひ参考にしてください。では、お疲れ様でした。またね。